ごきげんよう、オリピーです。皆さん植物をめでてますか？今日はバラの根元からお送りしてます。これバラですよ、バラ。ということで冬ですし、バラの剪定にチャレンジします。それでは元気に行ってみましょう。このバラですね、一応つるバラになります。じゃじゃーん、つるヒストリー形成バラ園芸。これね、品番登録22128号です。形成バラ園芸の YouTube を見て剪定勉強しました。おりぴー、これね、根元からこう枝が出てるんですけど、こういうね急な角度で曲げてるのはバラにストレスをかけて花がねちょっと咲きにくいって言ってました。これもちょっと後でね直したいと思います。一応ねこれ3本太い枝が出てます。おりぴー、一番下の枝もねかなり伸びてます。こう誘引しながら伸ばしてます。上のね枝も結構ね伸びてますよね。これかなりね伸びます。つるバラなのでこんな感じです。オリピーのバラ、これをちょっと剪定していきたいと思ってます。じゃあ実際どれぐらい伸びたかまずちょっと測ってみましょう。はい、1メーター超えました。まだ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 いきます。190センチ、下の枝はね190センチあります。じゃあこれを剪定していきます。まずは70センチ切ります。先はね細いので太いとこまで切り戻します。はい、カット、切りましたよ。剪定しました。これが切った枝です。1本目の枝が完了しましたので2本目です。これはこう伸びて、まずねこの先端から切ります。先ほども言ったようにね、あ、これねやっぱり2メーターぐらい伸びてます。だいたい枝が1センチぐらい、まあ指のね薬指ぐらいまでちょっと切り戻してあげます。薬指ぐらいの太さまで、大体ここぐらいですね。ここで剪定、カーと、これも120センチぐらい伸びたところで、これでカットします。はい、剪定しました。はい、これが切った枝です。大体ね薬指ぐらいの太さまで切りました。一応ね薬指の太さね皆さん覚えておいてください。手袋した時の太さじゃありませんよ。素手の時の薬指の太さですよ。この今ねビヨーンって伸びてる、これも全部もうね根元からカット。はい、すっきり。じゃあこのピョって伸びてるこの枝もカットします。どんどんね切ってね大丈夫です。太い枝を残してあとは剪定していきます。伸びてる枝は薬指の太さぐらいまででカット。途中からこう出てる枝もカットしたいんですけどフェンスが邪魔でできません。また後でやります。諦めました。フェンスが向こう側はちょっと難しいですね。まだ剪定してきますよ。このギュイーンって伸びてるこの枝、この枝もね剪定します。ギュイーン、ちょうどここ、まあ
小指に、すいません、薬指ぐらいですね。どこまでカットします。あとこういう剪定した葉っぱも残ってないように必ず処分してください。病気がね、こう残ってしまう可能性がありますので必ず処分してください。剪定が終わりました。こんな感じです。誘引もね、全部一回外しました。不織布鉢を移動させてちょっと新しく誘引してきます。今までね、ここにあったんですけど移動しました。結構重かったです。ここにありました。ここに移動しました。めっちゃ重かったです。これをね、誘引してきます。最初にこれ1本目に剪定した枝です。これをね、ちょっと曲げて、そう、最初の時よりもカーブが緩やかになりました。なのでね、こんな感じで誘引していきます。枝はこうまっすぐ上じゃなくてちょっとこう斜めにするとたくさん枝が出てきます。そうするとね、そこに花がつきますので、ちょっとこう斜めに誘引していってください。2本目に剪定した枝です。これもバラを誘引してきます。バラの枝を誘引してきます。はい、こんな感じになりました。バラの誘引はあまりね、こう結んで枝がね動かないようにしっかりと誘引した方がいいです。その方が花つきが良くなるそうです。これがね2本目です。これもね、枝をしっかりと誘引させてください。こんな感じです。はい、ここもこうちゃんと止めてあります。枝がね、あんまり動かないようにこれなってます。はい、2本目もこれで終わりました。でね、3本目、これちょっと細い枝なんですけど、こっちにちょっと誘引してみました。これもね、枝が動かないように誘引してあります。はい、これで誘引が完成しました。花付きをね、ちょっと良くするためにちょっと土の入れ替えします。今はね、バラ休眠中なのである程度根をいじってしまって大丈夫です。この隙間、隅の方を土を取り除いていきます。こんな感じでこうザクザク根を切ってしまって大丈夫です。
そうですね、だいたい5分の2ぐらいは土を入れ替えた方がいいと思います。そうすることでまた新しい根がこうたくさん出てきます。大体ね5分の2ぐらい、なんか半分ぐらい土を削ってしまった感じですけど、まあ大丈夫だと思います。新しいね根がこうたくさん出ますのでね、皆さんもねこう土をね入れ替えた方がいいです。じゃあこの隙間に新しい土を入れていきます。いつもねオリピーが使ってる野菜と花の培養土と赤玉土、あとね化成肥料をちょっと混ぜたものを隙間に入れてきます。新しい土を入れながらちょっとね前の土と若干まあ隙間があったら混ぜてください。はい、最後にオリピーね、よくこの赤玉の中玉、中粒ですか、これを最後上にねこう引いてあげます。そうするとオリピーの感覚だとこうコガネムシのねこう幼虫が入りにくくなると思います。うん、これでいってみましょう。じゃあ最後はねこれ水やりです。たっぷりあげてください。水やり完成です。今回の動画、つるバラの剪定誘引、京成バラ園芸の YouTube を見て勉強したオリピーがやってみました。ぜひね皆さん良かったかなと思う方、グッドボタン、あとこうコメントもぜひお願いします。じゃあこれで終わりますよ、今日は。
はい、オリピーでした。じゃあね。